そ我らの砦へ歓迎しますよ、ヴェロニカ様。歓迎なんていらない。おっと、これは手厳しい。私はハール、偉大なるディアネル皇帝の忠実なるしもべの一人です。ディアネル、私を追いかけた人たちの名前だわ。あら、それは誤解よ。私たちはあなたを迎えに行っていただけ。ガサツな部下どもが多く、至らない点が多かったと思いますが、堪忍してやってください。追いかけられたこと絶対忘れないわ。そんなつれないこと言わないで。皇帝陛下はとてもよくしてくださるのよ。私は記憶を取り戻したいだけ、それ以外に用はないわ。戻せるの？戻せないの？もちろん戻せるわよ。戻してもらわないと私もつまらないもの。本当のあなたには計り知れない力があるわ。今は記憶とともにその力も眠ってしまっている状態なの。逆に言えば、眠っている力を呼び覚ませば記憶も元に戻るというわけ。それで何をしろっていうの？なーに、大したことではございません。ヴェロニカ様にはこの力を手にしていただきたい。皇帝陛下よりお預かりした力をヴェロニカ様にお貸ししましょう。これは我らの世界で黒いマナと呼ばれている強い力です。ヴェロニカ様がこれを手にしていただければ、あなたの元々の力と共鳴して本当の力を、そして本当の記憶を取り戻せるはずよ。力、記憶。ヴェロニカ王子やロキたちはこっちに向かったようだけど、確かこの先にはディアネル帝国の砦があるはず。そこに向かったと思って間違いないだろうな。砦か。攻め方を考えなくてはいけないな。なんだ？砦の方だぜ。みんな行ってみよう。ヴェロニカ王女、よかった、無事だったか。待つんだ、アルフォンス王子。何か様子が。王子は敵国の王子ですから。いや、それにしては様子がおかしい。まるで何かにうなされているみたいだ。みんな死んでもらわなきゃ、みんな殺さなきゃ、みんな
当たり次第って感じだな。彼女の周囲を包んでいるもの、あれは黒いマナでは？どういうことだ？どうしてベロニカ王女が黒いマナを？もちろん彼女が望んだことだからですよ。お前はハール、どうしてここに？どうしてと申されましても、ベロニカ様は我らディアネルが招いた賓客ですからね。招いたの？僕らがこの世界に来たのも君の仕業ということか？いえいえ、私にはそんな大それた力はありません。ですが心強い協力者がおりましたのでね。この世界はとても面白いし、皇帝陛下もとても素敵な人だわ。ロキ、ベロニカ王女を使って一体何を企んでいるのです？あら、そんな簡単に正解を言ってしまっては面白くないでしょ。後のお楽しみ。今はロキよりもベロニカ王女だ。早く何とかしないと。俺たちは黒いマナの影響で暴走したり凶暴になったりしたドラゴンを見たことがある。今のベロニカ王女がそれと同じ状態なら元に戻せるのかい？戦って黒いマナを使い果たさせることができれば、あるいは世界でもベロニカ王女と戦うことになるのか。宿命というものなのかな。戦う宿命なんて、そんなの悲しすぎるじゃないか。でも僕たちは世界に表と裏として生まれ生きている。ならこうして争うことしかできないのかもしれない。君たちの世界ではそうかもしれない。だったらこの世界にいる間はそんな宿命、俺たちが打ち砕いてみせる。王子、ありがとう。そうだね、弱気になってる場合じゃない。ベロニカ王女、君を助けると言ったあの言葉、今こそ証明してみせる。